あ、よろしくお願いします。元気なおじいです。冷蔵庫なんですけど、今日午前中の配達予定で、今大和さんが来て入れ替えで持ってってもらったんですよ。前の担当者さんがちゃんと手配してくれたように、自分の希望通り午前中納品で本当は午後に持ってってくれって言ったんですけどね。冷凍のものちょっとダメになれば済む話なんで、もう面倒なんで、山田さんも忙しそうなんで、もうこのまま持ってってもいいですよって話して、じゃあ助かりますってことで持ってってもらったんですよ。で、ところが今回、まあ、いつもね、この山田さんいつもそうなんだけど、最後の立ち会いの確認をね、もういくら忙しいとかでもすぐ逃げるようにして、確認もしてないんで、早くサインしたいんでね、女の人が、同じ人が。それ、この間もご意見のところで書いておいたけど、アマゾンのね、どうですかという評価で。で、今回もね、おかしいんだよ、立ち会いしましたよってね、で、中も冷凍庫とかも確認して、パッパって開けただけで、ね、傷があって交換で、あれなのに、ちゃんと一緒に見たっていいじゃん。ほな、すぐサインを追って、ダーッと逃げてくないけど。でね、まあ、どのみち後から見ておかしかったら、ほら、天野さんに言えばいいんだけど、今度保証書置いていかないんだよ。で、でも保証書がないもんで、この間前回来た時は保証書って段ボールについてるんですね。で、説明書は冷蔵庫の中に入ってて、なので設置したら、これが説明書はこの冷蔵庫のここに入っています。で、これが保証書ですって段ボールについてたのを、ベリって封筒みたいなのがね、封筒みたいなくっついてのをベロッと外したのを、はい、こちらが保証書です。で、こうやって渡されたんですよ。で、サインした紙と一緒にね、もらったんですけど、今回はそれがなかったんで、すぐに帰った後に電話をして、で、すいません、保証書もらってないので、多分段ボールにつけっぱなしじゃないですかって言ったんですよ。そうしたところ、うちもよく冷蔵庫配送してるけど、まあ、アイリスオーヤマに限らず、説明書が入っていないとか、まあ、そういう例はいっぱいあるので、もう保証書がついてないにしても、それはアイリスオーヤマさんの責任だから、うちは知らないって言うんですよ。わかる？で、こっちは前回の冷蔵庫についていた説明書と保証書をちゃんと冷蔵庫に貼り付けて返却してるんですよ。なので、メーカー保証を受けるときに、その保証書を置いてってくれないと保証が受けられないじゃないですか。そうでしょ？だからアマゾンさんはちゃんと、アマゾンさんのそのポリシーの保証があるから、1ヶ月間はちゃんと見てくれるけど、それを過ぎたら、あれじゃん、メーカー保証なわけじゃん、結局。そうでしょ？そのためだって保証書を置いてってくれないんじゃ、だって困るじゃん。あ、本当、これね。で、説明書の表紙には保証書付きってこう書いてあるんですよ。で、保証書付きって書いてあるけど、この商品の保証書が付いてますよっていう意味だと思って、その保証、普通保証書ってほら、なんか保証書って名前書いたりとか住所書いたりする、その保証書って切り取り線になっててくっついてるパターンもありますよね、家電品だと。で、それなのかなと思ってみても、一応それらしきものはくっついてはいないんですよ。なので、おそらくね、ヤマトの人も言うには、保証書の、じゃない、取扱説明書の袋の背中のところにね、一緒に入ってませんかって言うんだけど、一緒に入ってないんですよね。で、見てもないっていうので、今、ふざけたこと言うなよって今言ったんですよ。で、中の発泡スチロールとか、ほら、段ボールとか全部、片付けるサービスが全部入ってるでしょ、これって、配送サービスって。ね。で、一緒にほら、中の確認とか、ちゃんと設置してゴミ片付けるのもやるはずなのに、それもやらないでサインだけもらってどんどん逃げてっちゃったから。だからね、冷蔵庫の固定してる
発泡白いとか上の段と冷凍庫のとこ通って固定所が3つ4つぐらいあるんですよ。なのでそのゴミも持ってってこんなきゃ困るじゃないかって言ったのね。なので前回の設置の時にね、あの大和の設置サービスのねこれがいい加減で、あのね、社員だけまた一人くさ言っちゃうけど、それじゃ困るよって一応書いては置いたけども、これじゃちょっと困るよね。で、ね、今大和の人がね、その箱を確認しても保証書はついていなかったってことで、前回と同じ女の人が来て、まだほんの数日前じゃんね、そのやり取りをしたのが。で、記憶喪失なのか何かわからないけど、入ればこういうで帰ってくるもんでね。なのでね、であと一つ気になるのが、山田さん、これタイムセールとかで売ってる商品というのは、アウトレットセールを騙して売ってるってことはないですかね。あれです、大山さんの訳ありの試乗品じゃないかっていう、なんかネットでそういう情報も書かれてるのがあるんですよ。自分が最初買った時に乗ってセール品だったんですけど、今回は傷がない商品が届いたんですよね。ちゃんとドアの一部にちょっとなんていうの、針でつついたようなちっちゃな傷はあるんだけど、まあそこら辺は許容範囲なんで、まあ文句言いませんけど、今回届いたものは冷蔵庫の上の段と下の段のドアがありますよね。でそれがもうそのまんま使える状態で届いてるんですよ。要は箱を開ける作業を見てたら、段ボールを上にパコーンってね、ケーキの箱開けるみたいに開けると、ビニールに包まれた冷蔵庫がそのまんま出てくるって感じでね。で前回届いたものはビニールがすごいね、固く今くっついてるんですよ。ちょっと今ね、山田さんが来てくれたんで、ちょっとね確認しますよ。これが袋に入ってて、でこれがね、冷蔵庫の中に入ってるんですよ。これここのところに、この中に入ってるんですよ。それってテープで固定されて。あ、この間は。うん。で、今回も。あ、今回もね。それで前回はお姉さんが私にこれが保証書ですっつって、はいはい、封筒の入った保証書をね、はいはいはい、デコにくれたんで、今つけてあると思うんですよ。さっきの横に。箱に。うん、ちょっと箱今。冷蔵庫のここに。あ、横に。うん。貼ったんで。うん。それを置いていってもらおうかなんかしないとね。でこの保証書チケットは書いたんだけど、保証書は書いてないんですよ。ちょっともう一度じゃあ箱見ていきます。そう、この間はセパレートだったんで、うんうん、今積んでますよね。あ、今ゴミさっきの開けたやつあるんで、うんうんうん、ね、これってちょっと一個だけ確認したいのがね、冷蔵庫が前回来た冷蔵庫の時は扉が上も下もものすごい強い粘着テープでバーッと覆われてたんですよ。うん、一応気持ちがいい状態で自分でビリ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 ってこう めくるものだったんですけど、そういう前のドアだけものすごいきつい粘着テープで貼られてるっていうのってあんまりないと思うんですよね。やっぱりこういう大型の家電ってこう袋をビニールでかぶさってて、段ボール開けたらそれをパッと取ったらもうすぐ納品できるってこのパターンだと思うんですよ。で今回来たのはそのビニールがついてないので、じゃあこれが本来あるべきビニールがついてるものがついてない、なんか訳あり品がね届いたのか、前回とのこの違いなんだろうっていう。で前回はビリビリビリがくっついてたんだけど、上の断熱材が飛び出て曲がっててって感じですごいちょっとまずいのがあったのと、あと扉ですよね。扉はビリビリがついてないところはものすごい擦れて汚くなってて、やっぱへこみの傷があったんですよ。で考え方によっては、前回タイムセールで買ったんで、その訳あり品の要は修理品、なんていうのかな、リブルト品っていうのかな、
なんていうよくあるよね、なんかアウトレットでほらよくメーカーが直したどのこのって、あのアマゾンさんでもほらよくそういうの売ってるじゃないですか、よく一回返却されたのほら大丈夫ですよって、あのちょっと安く売るじゃないですか。でああいうのの類がアイリスオーヤマさんがアマゾンさんを騙してそういう新品ですよっていうので、その騙してアマゾンさんに納品してる可能性か、もしくはそのアウトレット品で入ってきたのを新品でしてアマゾンさんが売ってるか、 どっちかじゃないですかね。今日来たのはビリビリビリっていうのがついてないけど、あの傷はないんですよ、うん、その保護シールみたいなのが全面的についてるとこだけが傷がなくて、でそのアイリスオーヤマっていうそのロゴがあって、そこのロゴをあのシール貼らないためにちょっとハサミかなんかでカットしてあって、そこのところが汚かったんですよね、黒く。でそれが黒ですっごい目立つので、あの嫌なんで今回白にしたんですけど、今回来たものってそのセールの時のもの ではなくて一定入荷予定がありっていうので注文したものなんですね、これ。なのでこれが本来の商品なのかなとも思うんですよ、うん。なので前回頼んだのがたまたまなんか あのアウトレット品でなんか訳ありちょい傷とかなんかね、あのそういったものの類だったらまあありえるのかなと思ったんですけど、アマゾンさん的にそういうのがこうなんかあるのかなと思ってすごい気になったんですよ。うん、あいい、別にあのそれで怒ってるわけでも何でもない、ただこれからアマゾンさんで買い物をするときにね、あのたまにもないもんだったらちょっとでも安いのがいいから、ほらあのなんとか品っていうのもよく買うんですよ、あの名前忘れちゃったけど、うん、あの1回戻ったものがね綺麗な状態ですってちゃんと保証もついてて売ってくれてるんで、そういうのもよく使ってますよ、あのそれは全然問題がないんですけど、そのタイムセールとかそういう時に今何パー引きで安いですよという風に買うと、そういうメーカーアウトレット品が来る可能性があるのなら、それを知っていればこの大型商品とかやっぱちょっと高価なものを買う時はちょっと避けたいなっていうのが人情じゃないですか、うん、それを知ってたらちょっと教えていただきたいなと思って、別にあのクレームとかなそういうのではなくて、ただ来た商品が前回とは全然違ったのでね、うん、で今回は気になるのは、前回よりも綺麗な商品が届いたんだけど保護シールがついてなかったので、保護シールがついてるのが本物だとしたら今回の方が怪しいかなとも思うけど、今回の方がちゃんとした綺麗なものが届いたので、で前回の方が怪しかったのかなっていう、まあ、そこの気になるのと、その割合でも保証書がついてなかったんでね、そう保証書がついてないってことは、あのたまにほらあの、まあ、バッタ流通っていうか、そういう訳あり品の流通だと保証がありませんっていうのあるじゃないですか、流通が。そういう商品の可能性もないですかね、大丈夫ですかね、うんうんね。なのでとりあえず今あのアマゾンさんの方で買ってちゃんとしたものでしょうで、ちゃんと何かあったらあの保証もちゃんとついてますよっていうことであればね、一応お客さんとして安心できるので、うん、まあありがたいなと思うんですけど、それがなかったらね、もし万が一ほらアイリスオーヤマさんの方でもし万が一なんかあの保証を蹴られたらね、じゃあなんでその時に言わなかったんですかってよく言われるじゃないですか、うん。なのでね、一応アマゾンさんの方にはちょっと記録として残しておいていただければ、その1ヶ月以内はアマゾンさんが責任を持ってくれるけど、1ヶ月過ぎた後の保証の場合にあのなんでね、うん、そういうトラブルがあったっていうのをね、あでね、アマゾンさんね、今山田さんが保証書を置いていってくれたんですけど、製造番号っていうのがねやっぱり10桁ぐらいの数字で書かれてるんですよ、9桁かな。でこれが今回来た冷蔵庫と多分一致しないかもしれない、一致しないの確実なんですけど、これ大丈夫ですかね、本当あ
本当に？うん。うん。ありがとうございます。じゃあもし万が一その、1ヶ月過ぎて何かトラブルが生じた場合の保証を使いたい場合は、アマゾンさんがちゃんと証明してくれるってことね。うん、あ、わかりました。ありがとうございます。すごい安心しました。うん、じゃあ保証、うん、ね、うん、ありがとう。今回なんかすごく丁寧に前の担当者さんもなんかね、一人もちゃんとやってくれたんでね、一応ありがとうございましたって感じで、ちょっとそこを残しておいてください。前の担当者さんね、伝えておいてください。うん、助かりましたってことで、ね、あ、いえ、とんでもない。これからも利用させてもらいますので、ありがとうございます。うん、はい、ありがとうございました。失礼いたします。